はい、こんにちは。私がハルです。ということでやっていこうと思います。今日はですね、リクエストのございました、同時点灯、同時点滅、異時点滅の3つの事例についてやっていこうと思います。こちらね、筆記試験でも技能試験でもね、こんがらがりそうなテーマなので、ここをね、きっちり見ていこうと思います。それでは行ってみましょう。まずはこちらの常時点灯からです。常時点灯ってことはですね、4デジのごとくずーっとね、パイロットランプがね、点灯している状態ですね。ですからね、スイッチのオンオフ関係なくですね、点灯している状態ですね。これはね、考え方が楽ですね。まずはね、覚えるよりもイメージですね。常時点灯ですから、パイロットランプをずーっとね、つけておけばいいんですよね。ですからね、先にね、パイロットランプを接続してればいいですね、電源部分に。ということはこのような図になります。そしてですね、その後ですね、渡り線ですね、この通りですね、図に示しており、今回は赤い渡り線にしております。ちょっと細かいね、この配線の仕方についてはまた別動画をご覧いただくとしてですね、今回は細かい配線じゃなくてですね、3つのね、点灯点滅の違いについてやっていこうと思います。ということでまずはね、このように接続しました。そしてですね、これでね、接続してね、あとはね、スイッチオンオフにするだけでいいんで、あとはどこを接続しますかっていうとですね、スイッチからですね、非接地側のこの線ですね、黒い線を差し込みます。そしてですね、あと白い線ですね、こちらの線はどこに差すかというと、ここですね、パイロットランプ側の接地側の線に差し込みますね。こちらですね、このようにして差し込みます。ということでですね、このね、常時点灯についてはですね、そんなに難しくございません。イメージとしてはですね、この通り電気が流れてきますね。そしてまずパイロットランプ側に来ますね。パイロットランプ側がずっとね、電気がね、ついてる状態ですからね。そしてですね、このスイッチ側に来ます。で、スイッチ側経由してですね、このね、これですね、これ LED ランプですね。今回 LED ランプって言いますけど、電球でも何でもいい、この照明につながっています。ですからね、これでね、ブレーカーをオンにしてですね、スイッチをオンオフするとですね、どうなるか、もう一度見てみましょう。ちょっと待ってくださいね。それではね、オンにしてみましょう。ブレーカーをオンにしてですね、スイッチオンオフオンオフにします。この際にですね、見てもらいたいのが、パイロットランプはずっとオンでしょう。ちょっとね、 LED ランプが眩しすぎますけども、この通りね、スイッチをオンオフにして、ここで大事なのが常時点灯ですので、パイロットランプはオンの状態ですね、ずっとね、点灯していますね。次はですね、同時点滅に行ってみましょう。こちらね、点灯と同時につくんですよね。スイッチオンにするとほらね、パイロットランプが点灯しますよね。これでオンオフするとパイロットランプが連動してオンオフになるっていう仕組みですね。ですからこれもそんなに難しくないですよね。後ろ側を見てみましょう。配線はこのようになっておりますね。ここでまずはですね、パイロットランプがね、スイッチのオンオフに連動するってことはですね、先にですね、電気をですね、パイロットランプの方に接続します。電気というかね、非接地側ですね、この黒の線をですね、まずはね、コンセントの方に接続してですね、その後ですね、このね、コンセント側からパイロットランプの方に渡り線を接続してあります。このような感じですね。ちょっと今手を滑らしてしまいましたけども、このままね、接続していきましょう。こうですね、ほんので図の通りにやっていきます。まずはね、覚え込むっていうよりも、どのようにしてね、パイロットランプが点滅や点灯するかっていうのをイメージしてもらうといいと思います。そしてですね、次はですね、電球側の配線ですね、こちら黒と白の線を差し込みます。この通りですね、このような感じです。非接地側の黒の線がスイッチのコネクターの方に来るようなイメージにしてくださいね。このような感じになります。それではブレーカーをオンにして引火してみましょう。スイッチをオンオフしますね。この時に同時点滅がですね、電灯と同時につくので、先にね、スイッチ側に電気が来てですね、スイッチをオンオフすることによってパイロットランプを連動してオンオフになりますよね。 LED 照明もオンオフになってますよね。ほら、この通りですね。ここまでで同時点灯と同時点滅を見てきましたけども、この二つが楽なんですよね。ここで皆さんが一番嫌いなのが異時点滅ですよね。これです、これ。電灯とパイロットランプの点灯が逆になるパターンですよね。これね、ほら見てください。なおかつスイッチをオンにすると LED 照明がオンになったと思うんですけども、その際にはパイロットランプがオフになってですね、パイロットランプが点灯している際には LED 照明がオフになるということですね。ということで、まずはですね、異時点滅のですね、この配線図から見ていきましょう。接続の仕方はですね、この通りになります。まずはですね、このスイッチから接続するんですよね。まずはこの黒の線ですね。黒の線は非接地側の線ですから、これをですね、スイッチ側このように差し込みます。そしてですね、次ですね、このままね、ここですね、このスイッチ側から先考えるんですよ。まずはね、今回はこの場合はパイロットランプは飛ばしてですね、さっきスイッチ側の接続から考えてみます。こうするとね、考えが楽なんですよ。覚えやすいですね、まだね。あとでなぜこうなるかっていう理屈は言いますから、さっきまずはですね、このね、配線図の通りつないでいきましょう。ここでスイッチと次ですね、照明側の配線をつなぎました。この黒の線ですね、非接地側の線をつなぎましたね。そしてですね、この白の線ですね、接地側の線ですね、これはですね、ちょっと待ってくださいね。この通りですね、まあ、ちょっと待ってくださいね。コネクターでね、ワゴのコネクターで接続します。これで OK ですね。こうしてですね、一通りこれでね、一応ね、スイッチをオンすることによって照明がね、オンオフになるという回路が出来上がりましたね。これでね、オンにしますよ。ほら。これはね、単純ですね。今はね、パイロットランプには接続しないですよ。何度も言いますが、一点滅の場合はですね、このような回路にまずはします。
そしてですね、維持点滅はスイッチとパイロットランプを並列に積んであるといいんですよね。ですからね、このような配線図になります。ね、この通りね、ここのね、黄色のマーカーの部分ですね、ここはスイッチとパイロットランプを並列に積んであるってことですね。これでね、維持点滅の回路がね、完成します。まずはね、これで覚えてください。覚え方は、維持点滅はスイッチとパイロットランプを並列に積んであります。わかりやすくするとこんなイメージですね。このようなイメージですね。これ並列に常にあるってことですね。もうこれがね、維持点滅の覚え方ですね。このように覚えると楽です。これで実際電気を引火してみるとですね、このようになりますね。ほら、スイッチオフにするとこのパイロットランプが点滅してですね、オンにすると消える。このような感じで逆の動作をするってことですね。それではなぜこのようになるのか動作を説明していきましょう。それではまずですね、スイッチがオフの状態だと、まずはパイロットランプが点滅しますね。点滅してですね、ここで電気の流れはこのようになります。そしてこの時先にですね、パイロットランプの方で点滅に必要な電気をね、使い切ってるんですよね。ですからこのね、LED 照明ですか、今バッテンになってるこちらの方ですね、こっちのは点滅しないんですよね。パイロットランプの方でね、もう電気を使い切ってると思ってもらったらいいです。それではこの状態でこのバッテンのところですね、 LED 照明は何ボルトの電圧が来てるのか確認してみましょう。ちょうど今 LED 照明はオフになっていますよね。そしてパイロットランプが点滅してるオンになってるってことはですね、今のね、この状況でLED 照明のあたりのコンセントの電圧を測ってみるとですね、 17.34V ですか、だいたい 17V 流れていますね。ってことはね、 100V 流れていないんですよ。これをオンにするとですね、この通り 100V 流れますよね。そしてオフにするとですね、またこの通りね、 100V 流れなくなるんですよ。ですけどね、若干のね、電圧は流れております。このようにですね、パイロットランプ側で最初にね、電気をね、消費してしまっているので、この後ね、 LED 照明側ではね、若干のね、 20V ぐらいの電圧しか流れていなかったと思うんですよね。ってことはですね、ここでスイッチをオンにじゃあどうなるのかってことですよね。ここですね、これですね、スイッチをオンにするとですね、この現象は何なのかというとですね、これね、短絡ショートしてしまってるんですよね。ってことはね、ショートするとですね、このショートカットみたいなもんですよね。ショートカットみたいなものなので、この電気がね、このね、この赤い矢印の方に先流れてしまうんですよね。ということで、パイロットランプはね、点滅せずに LED 照明だけ点灯するってことなんですよね。ということで、いかがだったでしょうか。常時点灯、同時点滅、維持点滅って3つあるんですけども、もう一度ね、まとめてみるとですね、常時点灯はですね、電源とパイロットランプを並列につなぐんですよね。そしてですね、同時点滅はですね、負荷とパイロットランプを並列につなぐ。そして維持点滅はですね、スイッチとパイロットランプを並列につなぐってことですね。まずはですね、ですからね、何と何を先につなぐ、並列につないでいくかっていうのをイメージしてもらうとわかります。もう一度大事なことなどで言います。常時点滅はですね、電源とパイロットランプを並列につなぐ。そして同時点滅はですね、負荷とパイロットランプを並列につなぐ。維持点滅はですね、スイッチとパイロットランプを並列につなぐ。この3点を整理していただいて、なるべく覚えていくんじゃなくてですね、このように流れをつかんで理解しながら覚えていただけるとね、と実技試験の方がね、すんなりとね、解きやすくなるのではないかと思います。ということでね、今日は終わりにしようと思います。またね、チャンネル登録のほどぜひよろしくお願いします。それではね、皆さん、さようなら。またね。